普通にまあこの辺ちょっとまあシダばっかりなんですけどね、ちょっと下の方に降りてきました。沢沿いまでですね、これもかなり大きいですけど、まあ、ほとんどシダしかありませんね。シダと苔しかないですね。沢がこうやって、まあ、昨日から雨でですね、今ちょっとまた雨が降ってきたんですけど、雨で増水してますね。ずっとこうやって山林の中を、まあ、滝になってますけど、ここはちょっと降りていってみたいと思いますね。沢が流れてます、ずっと。もうちょっと雨が降ってきましたからね、早く降りたいんですけれども、ちょっとまあせっかくここまで来たので、大きいシダを、撮影してから。これも大きいですね。やはりこの大きくなるシダというのはヘゴって呼ばれてるシダ類ですね。ヘゴですね、これはヘゴです。このヘゴはですね、まあ、鹿児島から南の方、鹿児島から南の方、沖縄あたり、この熱帯、亜熱帯というんですか、熱帯というんですか、この地方にしかこう生息しないらしいですけどね、こういった、山林の、水辺の結構空気抽出度の高い、まあ、そしてこう霜が降りらないようなところに自生してるみたいですけれども、まあ、完全なこれ自然自生ですね。これも大きいですけど、ちょっとどのくらい、まあ、先ほどのシダの葉と同じぐらいなんですけども、大きさはちょっと測ってみましょうかね、長さを。スケールを持ってきましたんでね、まあこのスケールでちょっと測ってみたいと思いますね。根元の方から あ、これはすごいですね。この新芽がわらびみたいになってますけど、大きいです。このわらびも10センチぐらいありますね。かなり大きい。ここの根元から測ったらですね、ちょっとこれ一人で片手にやってるもんですから見づらくて申し訳ないんですけれども、葉っぱの先まで190ですね。これは190です。ちょっと一本切ってみましょうかね、どのくらいか。ちょっと切ってみますんでね、先ほどの、このナタで落としてみたいと思います。まあ結構茎の部分が長いですからね、ここから落としてみたいと思います。ちょっと大きさが分かんないから、またこれスマホをちょっとあの辺の木の枝に引っ掛けて人間の高さと比べてみたいと思います。ちょっとあの上の方の枝に引っ掛けましたんでね、どうでしょうか、聞こえますか、だいたいこのぐらいですね。はい、まあ、ちょうど、まあ、人間よりち
ょっと天気がいいですね。人間よりちょっと大きいぐらいです。結構まあ大きい。まあヘゴと呼ばれてる、シダ類の植物ですね。まあ結構観葉植物として流通されてるみたいですけれども、結構じゃないか、あまり見かけないのかな。まあこんだけ葉っぱが大きくなるシダは、まあヘゴと呼ばれてる、観葉植物で取り付けられてるものですね。もうちょっと大きいのはないか、まあこの沢沿いの道を探してみたいと思います。それではですね、沢沿いからちょっとまた脇道に苔がいっぱい生えてますけど、太り指苔ですね。太り指苔、太り指苔にこれ大苔も結構生えてますね、岩に。この岩このまま持っていけたら結構な値段で売れるんじゃないかと思いますけど、無理ですね。300キロぐらいあるんじゃないですかね。ジャゴケも生えてますね。ジャゴケですね。ジャゴケの胞子がすごい伸びてます。もやしみたいな感じですね。ジャゴケですね。これあのヘビの皮みたいな葉っぱですので、ジャゴケと呼ばれてます。雨が降ってこの胞子が伸びてまた結構増えるんでしょうね。ちょっとじゃあ危ないですけどね、降りて行ってみようかと思います。ここの、沢伝いからまた、林道が山道がありますんでね、こちらの方に入っていってみたいと思います。ずっと滝になってますね。まあ、普段はこんな水量ないんですけどね、ここ 2,3 日雨が続いてちょっと水量が増えてきたみたいです。また今も雨が降ってきましたからね、早めに引き上げたいんですけれども、ちょっと、脇道の方に入っていってみたいと思います。原生林ですね。ほとんどもうほとんど何十年も人は立ち入ってないと思います。ここはまた林道になってます。ちょっと上がっていってみたいと思います。まあ、この辺はちょっとシダばっかりですけどね、もうシダと苔しかないですね。大苔ですね。はい、ここは山道なんですけどね、道なんですけれども、これもう何十年も人の手が入ることなくですね、もうちょっとこう雨で土、表面の土の部分が洗い流されて、剥き出しになってます。岩が、その岩にこう苔がもう付着してですね、すごいことになってますね。山道です。ここは川じゃなくて雨水で、洗い流されてもう表面が剥き出しになってます。これが本当の山道でしょう。まあ遊歩道とは違いますからね、もうほぼこう原生林の中を、道を歩いているような感じ。これでかいですね。これもやっぱヘゴですね。さっきと同じ、もうかなり大きくなってますけれども、これはかなり大きいですね。もう何十年もこうおそらく人が通らないんでしょうね、この道は。ちょっと暗いな。すごいです。これは大きいです。これはもう2メートル超えてるんじゃないですか、この葉っぱは。ずっとジャングル状態ですけど、これはすごいですね。ヘゴですね、やっぱり。もう
木みたいになってます。根元の方は。ずーっと、何十年経ってるんでしょうかね。熱帯植物らしいですけれども、かなり大きいです。ちょっとこれを、これはちょっと届きませんのでね、こちらの方を、これ末端価格にすると、結構、鉢植えされたものだと、10万円以上するんじゃないですかね。こちらにもありますね。道です、ここは。もう道が川になってますね。ほとんど。ちょっと先崩れていけそうないですけど。かなり大きいです。これをちょっと一本切ってみたいと思いますね。こちらが大きいか。こちらが大きいか。結構ありますね。じゃあちょっと切ってみたいと思います。はい。じゃあ今ちょっとまた、こう木の枝に、ちょっと固定するのが大変ですけどね。カメラマンさんがいたらいいんですけども、誰も来ないでしょう、これ、こんなところについては。ちょっとこの先ほどの大きい葉っぱですね。これが結構大きいと思います。どうでしょうか。もうかなり大きいです。これちょっと測ってみたいと思いますね。はい、どうでしょうか。これですね。かなり大きいです。まあ、はるかに大きいですね。人間よりも。これあれですね。あれみたいです。なんかこう、南国の、タイかどこかのこう、よく、たまに、テレビで見たことありますけど、こうやって、仰いでる人がいますよね。こう、お昼寝してる人を、こう。あの葉っぱじゃないですかね。やはりこの人間より大きくなるシダというのは、このヘゴと呼ばれている、シダの葉っぱですね。ヘゴですね。これ南国にしか生息しないみたいですけれども、ちょっと長さを測ってみたいと思いますね。映りますかね。これぐらいかな。ちょっと根元からですね、ちょうど茎の根元ですね。2m60 ですね。ここです。2m60、 よいしょ、見えますか。2m60 ですね。ここまでありましたね。かなり大きいです。はい、葉っぱの部分だけでも、まあ2メートル以上ありますね。葉っぱの部分だけでも人間より大きいですね。あとこの枝が、茎がありますからね。この茎の根元から2メートル50ですか、5、60ありますね。はい、どうでしょうか。人間より大きいシダの葉、撮影しました。ヘゴです。末端価格、40万円ですかね。沢沿いの、鹿児島県の沢沿いの山林の、ほぼ原生林に近いところで、人間よりも大きい、このヘゴと呼ばれるシダの葉っぱを撮影することができました。じゃあちょっと雨が降ってきましたのでね、もう降りようと思います。この辺も雨が降ると川になりますからね。川に、ちょっと怖いですからね、土石流が発生したら。もしよかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またこういった山の中の面白い植物とか珍しい植物を、撮影できたら、お送りしたいと思いますんでね。よろしかったらチャンネル登録、またいいねボタンも忘れずによろしくお願いします。それではちょっと降りますね。雨じゃ。よし。